ひなです。ゆらりです。ピンクラテティーピー始まるよ。イエーイ。はい、ということで私たち今夏らしく浴衣を着てみました。もうコメント欄がね、ゆらりちゃん素敵、ゆらりちゃんかわいい、ゆらりちゃんすごい書いて、もう埋め尽くされてますよね。見てください、この可愛さ、この小さな顔に、この独特な前髪、もうコメント欄が荒れて荒れて荒れまくってますよ。ゆらりちゃーんのテンション、そんなテンション初めて見たか。皆さん、これ見てくださいよ、ピンクラテの浴衣なんです、これ。他にも種類はあります。たくさんね、いろんな可愛い柄があってとても可愛いです。このゆなちゃんの柄は明るく元気いっぱいみたいな感じの色使いとお花と柄でいいね、可愛い。なんか可愛すぎない大人っぽさもあるみたいな。私は青にあった、あ、じゃあ赤と紫とか落ち着いた感じの浴衣です。あと髪飾りも可愛いよね。お花ついてるんです。髪型めっちゃ好き。はい、浴衣の紹介を終わります。浴衣紹介でした。はい、ということで今日の企画は、せーの、お気に入りの駄菓子紹介。イエーイイエーイ。はい、300円で300円以内で、あのお気に入りの駄菓子を買ってきました。して、それを順番に紹介していきます。せーの、どうぞ。じゃあまずゆらりさんから。はい、まずどれからしようかな。まずはもうこれですね、皆さん知ってますか。じゃじゃん、サワーシガレット。こうタバコみたいな形になってるんですよ。でよく小学生がこうやってタバコとか言いながらこれを食べてるんですよ。あのラムネです、これ。ソーダ味で、他にもコーラ味とかもあります。続いて練り飴。よく練り飴美味しいんですよ、これ。あとここにくじついてて、後で見ましょう皆さん。あのとにかく甘いです、まあ練り飴なのでね、はい、欲しかったのにね。よいしょ、3オーバーだったの。続いて氷砂糖。これはですね、原材料名砂糖って書いてありますのみ。もう砂糖です、これは。周りの粉みたいなのが多分ひんやりする粉なのか、とても硬いです。ガリってなります。美味しいです。続いてこの人誰だ。これはアインが書かれています。これ中はちっちゃいラムネみたいな感じじゃないですか。爪が入ってます。これ2個買ってきました。イエー。あ、最後じゃーん、ヌイスナック。これはあの前のお気に入りのお菓子紹介の時に玄米を紹介したんですけど、もう一回玄米の持ってくるかどうか迷ったんですけど、ちょっと同じものを紹介するのはあまりかなと思ったので、ちょっと違うやつを持ってきました。ちょっとだけ味が違うの。前の玄米は本当に甘いお米みたいな感じだったんですけど、これはちょっと味がついています。あと牛乳とかかけても美味しいしみたいな感じです。麦でした。はい、以上。はい、続いてみなちゃん。みなのお菓子は300円ちょっきりです。おー、まず説明は、ふがしすごい、とにかく好き。ちっちゃい頃からね、おばあちゃんちとかね、行ったら毎回食べてた。うん、そう、サクっていうのが美味しいんですよね。あとさ、はい、この辺のさ、硬い部分美味しくない？ちょっと砂糖がさ、固まった部分みたいな。私そこ最後にまで残してたわかるわかる、めっちゃわかる。続きまして、うまい棒もったいこ味。うまい棒は結構好きなんですけど、一番好きなのが明太子味で、砕いてご飯にのっけてりかけとして使っても美味しいよ。テレビでやってたからやってみたら意外とグッドでした。新しい知識。ちょっと気持ちいい。126センチもあるんですよ、グミが。こうやって楽しみながらね食べれるし美味しいんです。続きましてアンパンマンチョコ。可愛くて美味しい、もうアンパンマンシリーズはもういいの。
近所のおばちゃんみたいな喋り方しますね。アンパンマンチョコはね、このお気に入りの顔を選んできました。表情違うもんね。表情違うのね。キャラクターも違うけど、やっぱね、アンパンマンって言ったらアンパンマンだからね。ね今日テンション高いね、ゆなちゃん。どうした？駄菓子大好きなのってことでアンパンマンチョコでした。で、次がミルクバーラです。美味しい。なんか昔はね、口の中にずっと入れてふにゃふにゃにしてからグンって。分かる。美味しいよね。これはいつ食べても美味しいから、大好き。次、いやーにゃーん、メダルかかってるー。では駄菓子屋に行ったら必ず買う。これさ、あれだよね、そのまま食べても美味しいけど凍らせても美味しいんだよ、うん、凍らせてちょっとシャリみたいな感じの食感も美味しいです、とても。はい、お次、酸っぱいレモンにイエジーン。やばい、それ怖いやつ。この前のね、名古屋ロケの時もやってました。ひめかちゃんとイラとピティさんで、あたつのピティさんでした。あとやってみよう、それ。そうやる、やる。はい、これはドンタロウ。ドンタロウ、これね、うん、レディスターのうどん版。うわ、うどん。うどんなんですけど、お湯をかけて食べるのも美味しいって書いてあるんです。私やったことあるんですけど、きつねうどんなんですしかもきつね入ってないだしとうどんなんですよ。だからうー先輩の好きなすうどんなんですよ。もうやばいですね、この子。どうしたんですか？駄菓子が好きなの次、めっちゃあるね、これ。何個紹介したよ。ひなかっぱー。これはね、少しねっちょりとしたね、感触が美味しいです。これね、常温で食べてもいいんだけど、冷蔵庫で冷やして食べるとちょっと硬くなって、そう、めっちゃね、美味しいの。おー、めっちゃある、本当にある。カルパス。カルパスってめっちゃ辛くない？チーズタル。これ、うん、めちゃくちゃ美味しいです、ね、めっちゃ辛くないですか？めっちゃ好き。本当に辛いもの苦手なんだね、うん、この2つはよくママがおつまみとかで食べてたんで好きになりました。私もおじいちゃんの影響でスルメ好きになった。そうなの？サキイカと。サキイカ。そう、サキイカとスルメが以上です。以上でしたか。どうする？ちょっと食べちゃう。食べる。食べちゃいましょう。イエーイ。次、くじですか？エビはね、じゃあちょっとこれやってみましょう。ピティさんもね、食べましょう。うわ、まあ、食べます。いやー、ドキドキする。やばい、私な気がしてきた。いっせーのーね。いただきます。うん、ぽくない。ん？うん、甘い。おいしい。普通なんですか、これ？普通に美味しいんですけど、いや、私もめっちゃ美味しいです。多分ゆなちゃんだよね。私ですかね、じゃあ。あれ、これ酸っぱいの？どうもどうぞ。ねえねえねえ、これ食べよう。この人なので、ちょっとじゃあこれ食べてみようよ。いただきます。いただきます。中のラムネが真っ青です。あ、こぼれそうで怖いけど、ちょっと頑張ります。青です。そして、なんか下の方に誰かのシールがあります。食べてからね、見ましょう。うん、美味しい。美味しい。大隈重信、何違った、森鴎外って書いてあった。この人は森鴎外、ブルース・リーっていう人です。ブルース・リー？あの、どうも、森鴎外と申します。よろしくお願いします、ブルース・リーでございます。 ありがとうございます。はい、やられちゃった、笑っちゃったやばいやばい。いつも横にいるのにきっとこんなんなんですよね、なんか、うん、トップガラスって言われちゃういや、やっぱいろんな駄菓子がある。種類が豊富すぎて、うん、
りなちゃんも買い物上手じゃない？買い物上手ですね。なんか遠足の時もちょっきりにしたくて30円コーナーとかめっちゃ使いますよ。賢い賢い賢い。はい、皆さんもお菓子ぜひ買ってみてください。浴衣も着てね。いえ、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしく。